ここは熱血高校のグラウンド。国尾と新一がドッジボールをしている。まだまだスナップが甘えな、新一。もう少し手首をひねるようにして。国尾くん、はじめまして。私はサッカー部マネージャーの美佐子です。国尾くん、私たちを助けて。とっても困ってるの。一体どうしたんだ。実はサッカー部が食中毒で大会に出場できなくなったんです。代わりにドッジボール部が出場してもらえませんか。突然言われてもな。お願いします。とにかくみんなと相談しよう。俺はあんまりやりたくねえな。というわけなんだが、どうする。今更サッカーなんてやりたくねえよ。だけど同じ学校の仲間だぞ。だけど運動会はどうするんだよ。それはまだ先だよ。でもいろいろ忙しいよ。お願い、助けて。かわいそうだから助けてあげようぜ。みんなやりたくなさそうだぜ。じゃあ優勝したらみんなに熱いキスしてあげちゃう。やめて。Yeah.
All right.
待たせ、退院してきたよ。わーい、すすむくんが帰ってきたわよ。次はメンバー全員暴走族のシグマ高校よ。気をつけてね。Thank you.
Thank you.
次は江戸花高校と対決よ。頑張ってね。
いゲームだったわね。ミサコドキドキしちゃった。次は一本釣り水産高校よ。頑張ってね。
ボール部の皆さん、ご迷惑おかけしました。マサです。マサ、退院おめでとう。次は恐山商業高校よ。気をつけてね。Thank you.
Thank you.
たせたな、みんな。幻影だ。幻影くん、頼りにしてるわ。次は四万中実業高校よ。優勝目前よ。頑張ってね。
優勝することができました。お礼のキスよ。みんな大変だ。俺たちがワールドカップに招待されたぞ。おお、マジかよ。すごいわ、もうビキビキよ。優勝のお礼がまたなんだけど。じゃあ、クニオくんはワールドカップに優勝するまでキッスはおあずけ。
チームと対戦よ。頑張ってね。Thank you.
チームと対戦よ。頑張ってね。
これに勝てば優勝よ。頑張ってね。Yeah.
クニオくん、ありがとう。大したことないぜ。お礼のキッスよ。おう。クニオくんには特別。